い、どうも皆さんこんばんは。ということで10月の15日火曜日、出産から13日目の渡辺の子育て日記やっていきたいなと思います。女の子ですね、下の子もうすぐ分かりましたけど、この映像を見てて、下の子はお腹におっぱいがたくさんね、こう目立つおっぱいがあるので女の子だと思います。で、今ちょうどね、体勢が入れ替わりましたけども、今下に来たこの子はおそらく男の子なんじゃないかなと僕は思っております。うん、っていうのもね、この後ちょっと映像が映るんですけども、というか、あ、映りましたね。これ見てて、くるんって今右側の子ですね、右側の子が男の子なんじゃないかなと思ってるんですが、先ほど止まりましたね。これね、先ほど言ってた女の子みたいに、まあ、おっぱい、目立つおっぱいがないじゃないですか、女の子特有の。っていうのと、あとやっぱり陰部を見てみると、ちょっとね、離れてるように見えるんですね。排泄をする部分と、こう、陰部っていうのが。なので、あ、お母さんから愛情を受け取ってますね。これ口元を舐めたりとかするのは、そのまあグルーミングの一種で愛情表現の一つだと思うんですが、口元のね、衛生面をこう綺麗にお母さんがしてあげたりとかするっていう意味合いも含まれますね。まあでも愛情でしょう、愛情でしょうこれは。そうだから、すごく貴重な映像が撮影できたなと思ってるんですけども、赤ちゃんたちが大きくなってくるにつれて、本当にたくさんの貴重な映像が増えてきて、この映像なんかもそうなんですけども、これはですね、お母さんが赤ちゃんのこう陰部だったり排泄部分を舐めてあげてるんですね。それをすることによって、この赤ちゃんたちっていうのは、まあ、自分でまだね、排泄をしたりすることができないので、排泄を促してあげてるんですね、お母さんが。だからこういうことを自然にやってるっていうのは、すごく綿飴がお母さんとしてとても、なんていうか、なんて言えばいいんだろうね、ちゃんとお母さんをしてくれてる証なんだなと思ってますね。よくね、いろんな YouTube とかで育児放棄をしちゃったなんていう映像とかもたまにね、まあ見かけたりとかもしますけども、ちゃんとお母さんをしてます綿飴は。すごく素敵だなと思ってます。偉いなと思いますね。で、ご飯の時間ですね。ほんのちびっとだけ中から撮影ごめんさせてって一応言って撮ってみたんですけど、赤ちゃんが一人だけね、食べ物の匂いにつられてやってきましたね。ハムスターってね、実は目が発達するっていうよりも、先に鼻が発達じゃないですいいところで噛んだね先に鼻が発達するんですね。だから、まあお母さんの匂いだったり、こうした食べ物の匂いだったりっていうものに、まあ反応するわけですね。で、自分がこう、なんだなんだ、美味しそうな匂いがするなって言ってやってきてくれたわけですね。このおちびっちはやってきてくれたわけです。すごくとても可愛らしいですね。本当にもう体もロボロフスキーハムスターらしくなってきまして、毛色もね、おけけもしっかりとこう生えてきまして、それがまたすごく可愛らしくて、なんかロボロフスキーハムスターの子供になってきたなっていう印象がありますね。で、小松菜を持って食べてみたら苦って可愛かったですね。苦ってなったんでしょうね、きっとね。あんま得意じゃないで、今日のご飯は、まあ赤ちゃんたちがご飯を食べるだろうと思って準備したので、
お野菜ね、人参とさつまいもをふやかした、ふかしたものを用意したのと、あとお肉ね、今お肉置いてきちゃってさ、あれお肉なくなっちゃったなっつって戻ってきて、今こうして食べてますけど、そう、ちょうどお肉を取るところがね、ちょっとカメラがブレちゃっててね、切らざるを得なかったんですけど、カットせざるを得なかったんですが、すごく可愛かったですね。うん、でお母さんもね、美味しそうにさつまいも食べてましたね。さあ、さつまいもってさねえ、ちゃんとふかすと甘くて美味しくなるからさ、すごい勢いでお肉食べてますね、二人とも。まあいいことですね。で、もう一人はですね、なんかまだご飯の存在に気づいてなかったのか、今日はちょっと出てきてもらえなかったですね。本当は、赤ちゃんたちがこう二人してね、食卓に来てわーってご飯食べてるところを撮影できるかなとちょっと思ってたんですけども、まあ今日はちょっとお預けということで。でもさ、きっと多分明日とか明後日になったら、赤ちゃん元気に寝床で動いてますね、赤ちゃんたちがきっと目を開いて、可愛らしいクリクリっとしたね、本当にもう澄んだ、なんていうかこう生まれたての綺麗な目をして、このご飯のところに来てくれると思うんですね。このシマエナガのお皿だって本当にちっちゃいお皿なのに、なんでこんなに大きく見えるんだろうっていうぐらい、すごく小さくてすごくすごく可愛い子たちなので、きっと二人でこう、あ、怒られましたこれ。ちょっと長いんじゃないって言われたので、ちょっと一旦外に出て様子を見てからね、外からまた撮影してるんですけども、いや可愛いですね、二人とも元気に育ってくれてますね。そうなので、まあちょっと二人してご飯を食べてる姿は明日とか明後日の今後のお楽しみなのかなということで、これね、僕がいなくなって上にカメラだけ置いてね、存在を消して撮影をしてるところなんだけど、一人また出てきて、多分これさっきの子なんじゃないかなと思うんですけど、これ今10倍速で動いてますね。ずっとご飯食べてた。10倍速で何分か、まあ僕がいろいろ朝の準備をしてる間に置いといた映像なんですけど、何分か経ってるはずなのに、もうずっとご飯を、美味しいって、これ。なんだろうな、これいい匂いするし、食べてみたら美味しいな、つって。食べてましたね。非常に可愛らしいですね。背中が可愛いね。たくましいお背中、たくましいね、背中をしてるんだけど、可愛らしい背中ですね。本当にね。さあ、戻っていきましたね。まあ、今日のご飯はちなみに言うと、ナッツとかは、わたあめの方に食べてほしくて、まあ、カロリーも高いし、栄養価も高いので、エネルギーになるかなと思ってね、入れてますね。うん。まあ時々入れてます。普段のご飯ではナッツはね、高カロリーだからそんなには入れないんだけど、うん、ちょっとこういう時期にはいいのかなと思って入れましたね。ではまた明日、ありがとうございました。